いつは私の彼氏で、私人の男にちょっかい出してんじゃねえっていうか、ただ本を貸しただけで。バチこいでんじゃねえ。文武両道、才色兼備、おまけに実家はお金持ち。お前一年のやぶさめだろ。ちょっと運動できるからって調子乗ってんじゃねえよ。ちょ待てよ、こいつ知ってんだろ。やばくね。ビビってんじゃねえ。そうそう、噂が本当か確かめてやんよ。まったく、お前らはいつもそんな物騒なもんを持ち歩いているのか。いや、お前もだろ。クールでここ、サイを素手で倒した直後、ゴリラに腕相撲で勝ったっていう噂もあるしね。それどこ行った。スペック的に言うと、知力90、容姿90、武力120ってとこかな。ありがとうございました。別に、ただ静かに瞑想していたかっただけだ。